では次です。あ、今日も綺麗なものが出てきた。はい、おはようございます。プリザーブドフラワーの制作販売をしております、グリッツの岡田美香です。本日もよろしくお願いします。はい、皆さんおはよう。一昨日でしたかね、はい、大神からメッセージが来て、うん、名前決まりましたって、うん、まだ未発表だそれ。今日言っていいのかな、発表していいのか、いいのかな。名前決まりましたよって言うのよ。一昨日メッセージが来て、あ、そう、なんかさっき話すの忘れちゃったんですけど、うん、いいのこんな名前でっていう名前でした、うんうん、本当みんなそうだから。あのね、それが結構面白いんだよね。絶対自分じゃつけないような名前。急に降りてきたんですかね。突然メッセージって面白いね。突然来ました。本当ですか、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ後で聞かせてね。はい。さあ今日は、はい、今日は基本中の基本でプリザーブドフラワーとは何っていうの。ああ、そうね、やってなかったので、ね、意外とね、意外とプリザーブドフラワーって名前は、まあ、ブリザードとかプリザーブドとかって、うん、あの名前は知ってても、うん、実際には本当はどんなものなのかって知らない方たくさんいらっしゃると思うので、今日はそのあたりご説明したいと思います。はい。はい、プリザーブドフラワーって P から始まるんですけど、日本人にはやっぱり英語って馴染みがないので、うん、覚えづらいんですけども、うん、プリザーブドって保存されたっていう意味なんですよ、ね、プリザーブドフラワー、これで保存された花っていう、海外ではプリザーブドフラワーといったり他の、言い方もあったりもします、うんうんうん、はい。で、ブリザードフラワーっておよそ大体四半世紀前、1991年にフランスのベルモント社が、開発をして特許を取ったのが初めて言われています。で、まあ、フランス、ヨーロッパのお花 の一流のデザイナーさんたちが使うようになって、それで広まっていったんですね。日本では1996年頃に、あ、そんな前からあんの？輸入が始まって、はい、で、その後2003年に大地農園という大手メーカーさんがいるんですけども、そこが自主開発を始めたというのが日本での始めですね、はい。でプリザーブドフラワーってどうやって作るのっていう、そうよ、知ってます？もういやいや、もうだドライフラワーとさ区別ができないぐらいのレベルだからね。大体みんなドライフラワーでしょって。そうそう、ドライフラワーとプリザーブドフラワーは名前が違うから違うでしょ。でも色がついてるしなとか言って、そんなレベルさ、今日はそこを、はい、教えてください。学習しましょう。まず1番目、いろんな作り方あるので、うん、花によってもいろいろ違うんですけども、ごく一般的なバラの作り方、はい、はい、まず1番目、花首をから切ります。こんな感じ。バラ、これバラですね。これを切ります。で、2番目、これを脱水液と呼ばれるものにつけます。つけ込んじゃいます。花ごと。で、つけ込んじゃいます。で、この脱水液っていうのはほぼアルコール、エタノールですね。他の成分も入ってたりするんですけども、ほぼアルコール。で、これにつけると白くなって、パリパリに硬くなります。で、この中に、花の中にある水分とかバクテリアが、こうアルコールに置き換わるんですね。で、パリパリになったのをどうしようもない、白くなっちゃうので、これに食用染料とかで色をつけて、あとしなやか成分のグリセリンとか、そういった保湿剤を、入れ込んで、またこう置き換えるんですね。そうするとこう、このようにで最後に乾燥機にかけて、水分を全部飛ばしてこのように出来上がります。お花の色をつけてるんだとかね。だから何色でもできるんですね。今日色を着てますけど、ね、どんな色でもつけることすごい素敵、はい、そういうような作り方をしてます。で、最近はいろんなお花ができてきて、バラが一番簡単なんですね、作るのは。なのでバラはたくさんあるんですけども、うん、最近は、まあ、ガーベラ、ちょっと前からガーベラなんですけど、あ、本当だ、で最近すごく品質が良くなったのがブルーベリー。あ、ハワイじゃん。そう、かわいい。ハワイなので、メグさんいるからハワイだからと思って、これちょっ
2、3年前はちょっと品質悪かったんですけど、すごく品質が良くなって、どん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 改良されてます。増えてるんだ、いっぱい。はい、そうなんです。楽しみだね。で、こういったので、いろんな商品を作っていくっていうのが、私の目標なので、はい。花飾りも作ろうかなと。すごく欲しい。紙に飾るやつ。いいよね。作ろうかなと思ってます。はい。ずーっと知ってたけど初めてあのプリザーブドとボラグラフの違いを知りました、はい、すごい勉強になりました。ボラグラフは乾燥させて、そうだよね、でしなやかさ成分が腐らないようになってるんです、ね、全然違うじゃないですか、はい、そんな感じです、商品の検索はグリッツフラワーで、検索してください、はい、今日もお勉強になりました。ありがとうございました。います、はい、ではこのまま1曲お届けしましょう。 BEGIN の青のまま。